今回は「俺がお嬢様学校に庶民サンプルとしてラチラネタ研究」を紹介します。相かの退学騒動も一段落いつもの生活に戻った孔人たち。そんな中、正会員の一大イベント運動会が行われることに MVP は孔人に何でも一つお願いを叶えてもらえる特別ルールの発動により お嬢様たちの戦いはガチで白熱栄光を手にするのは誰なのか白亜と可憐のお母さんも来航するよ超絶人気のハートフル学園ラブコメ「疾風怒涛の第9巻。今回の庶民サンプルは体育祭幼稚舎から大学そでお嬢様たちの大運動会やはり普通の学校と内容が違います パン食い競争が速さではなく優雅さを競う競技になっていましたショートショートな内容ページ数が300を満たないのでちょっとした時間で簡単に読めるので今回もお手軽ですしかし今マキはどのキャラも魅力がちょっと弱くなっています保護者の方々の印象が強すぎたのでどうしてもヒロインたちの魅力は減退していますページ数のせいなのか ツンピュアさんの出番が少ないのは断言できます。か末に時間の発売が10月と記載されていますのでしばらくの間今までの読み返しアニメに備えようと思います。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。